こんにちは。深原ユザバスキースクール所属 SAJ ナショナルデモンストレーターの栗山博樹です。今回はカービングターンを身につける上で重要な視覚と運動感覚によるターンコントロールをご紹介いたします。スキーの技術的なものは、例えばセンターポジションを整えるとか、荷重動作をしっかり行う、エッジングをしっかりしていくっていうようなところが技術的な要素になるんですけれども、運動感覚っていうのは力の強弱とか遠心力をどう捉えていくのかとか、感覚によるどの雪質どの斜面でも同じ運動要素で滑るのではなくて、条件状況に合った運動というのが必要になってきますので、感覚を研ぎ澄ましてこういう状況ではこう動くっていうようなことを、しっかりやっていきましょうということになります。